マウロ・フォルギエリ。マウロ・フォルギエリは、イタリアモデナ出身のレーシングカー及び、エンジン設計者。スクーデリア・フェラーリやランボルギーニの元、チーフデザイナーとして知られる。ジョン・サーティースト・フォルギエリ・ボローニャ大学で、機械工学の学位を取得。教職に就いた後、父のつてで、エンツオ・フェラーリと面談し1959年に、フェラーリに入社した。カルロ・キティの下で働き、 1961年に、キテラチーム主要メンバーが離脱すると、26歳で、レース部門の開発責任者となった。諸女作となる、158回1で1964年の、ドライバーズ・コンストラクターズ両タイトルを獲得した。1970年には、低重心の12気筒、水平対抗エンジンを開発。熟成に手間取り一時的に開発チームから外された、こともあったが、 次第に戦闘力を発揮するようになる。1975年の 312T では、横置き式ギアボックスを採用し、操縦性能を向上させた。312T シリーズは、グラウンドエフェクトカーにまで発展しながら3度のドライバーズチャンピオンと4度のコンストラクターズチャンピオンを獲得した。312T シリーズの成功には、エンジニア的な素養を持つラウダの貢献も大きい。 情熱的なフォルゲーリーとクールなラウダの個性が衝突し人目をはばからず口論する場面もあったが、マシン開発においては強力なパートナーとなった。ラウダは辞書において、フォルゲーリーのことを天才だが狂人でもあると評している。1976年のドライバーズチャンピオンを決する会一日本ラウンドにおいて、危険な路面状況を理由に、ラウダがリタイアを選んだ際。 ホルゲーリは立場をかばい、記者にはマシントラブルでリタイアしたといえと助言したという。1981年にワルノーに次いでターボエンジンを開発したが、増大したエンジンパワーと、球体なシャーシ設計のアンバランスが、操縦性能の悪化を招いた。フェラーリは、シャーシ設計家として、ハーベイ・ポスルスウェイトを招聘し、 ホルギエリがエンジン開発に専念する体制で1982年と1983年のコンストラクターズタイトルを獲得した。しかし次第に勝てなくなり、ホルギエリは1985年に市販車技術研究部門へ転属することになった。市販車技術研究部門では 4WD 及び 4WS を採用したコンセプトカーフェラーリ408を開発した。 フェラーリ408を開発したものの、フェラーリは 4WD を市販車に採用する気は全くなく、また408を市販するつもりもなかった。そのため新天地を求めて1987年に長年在籍したフェラーリを離れ、高級スポーツカーメーカーとしてライバル関係にあるランボルギーニへ移籍した。ランボルギーニの F1 計画は親会社のクライスラー主導で、 ホルゲーリが担当した V 型12気筒エンジンをローラ、ロータス、リジェなどに供給した。勝利は挙げられなかったものの、神高い V12 サウンドは本家フェラーリよりも美しいと評された。ランボルギーにはメキシコのグラスチームの F1 参戦をバックアップする予定だったが、グラス界一設立を提言したメキシコ人の富豪が資金を持ち逃げしたこともあり。 資金が底をつき参戦困難となった。計画の破綻により1991年にモデナとして独自参戦する。フォルギエリが全面的に手掛けた291は個性的なデザインであったが競争力は低く、結果的にフォルギエリはチームを去ることになった。その後は百九十二年から百九十四年までブガッティに在籍した後、地元モデナで、 オーラルエンジニアリングの運営に参加している。ありがとうございます。